皆さんこんにちは、海の子です。はい、今回はですねリクエスト企画をやっていきたいと思います。はい、まあ、今回紹介するものは、何人かからね、やってほしいというふうにいっぱい要望がありましたね。クリアファイルやポスターなどの紹介をしていきたいと思います。まあ結構数があるので長い時間になっちゃうと思うんですけど、そこら辺はご了承ください。じゃあ長時間になっちゃうと思うんで早速紹介していきたいと思います。では最初クリアファイルからいきますね。で、自分はクリアファイルはこんな風に普通のファイルに入れてて、でなんですけど、普通のファイルに入れるとクリアファイルがちょっと飛び出してしまうんですね。ここら辺が欠点なんですけど、まあクリアファイルはね傷つけないで済むのですごいこれ便利ですね。それでは紹介していきたいと思います。ではこのファイルはですね、全部 SAO となっております。まあ SAO とかね、結構キリトとアスナが映ってるのが多いですね。ここら辺はスグがいたりスグハがいたり ALO のやつだったり GGO のねやつだったりありますね。でこれがシノンだけのやつ、これからキャリバー編のやつとかマザーズロザリオのやつで、これもキリトとシノンのやつで、ユウキがいたり、でこれは、リサさんの印っていう CD を買った時についてきた特典ですね。でこれが電撃文庫の祭典の時に買ったものです。でその時に買った時に特典でもらったクリアファイルで、これがソードアートオンラインのオルタナティブのやつで、ガンゲルオンラインっていう文庫があるんですけど、そのキャラクターですね。はい、まあこんな感じです。これは SAO だけのものになっております。はい、じゃあ続いては、分厚いクリアファイルが入っているファイルを紹介していきたいと思います。これね、おいしょ超分厚いんですよ。ちょっとすごい重いんですけど、よいしょ、紹介していきたいと思います。大丈夫かな。はい、見づらいと思うんですけどご了承ください。お礼もの、キリトとクロ、キリトじゃねえ、キリノと、黒猫で、これエロ漫画先生ですねが2枚あります。で、ストブラのやつですね、ユキナとか映ってるやつですね、ストブラのやつ2枚で、ネトゲですね、ネトゲのやつは、合計2枚あります。で、これで終わって次ラブライブですね。で、ラブライブのハートトゥーハートの、CD 買った時にもらった特典、これセブンイレブンとコラボした時のやつ、スノーハレーション、ワンダフルラッシュ、僕今、M スター、どんな時もずっとがあります。で、これがココスのやつ。で、これがなんトレーディングのやつですね。ダンスタの衣装。これリンちゃんが当たりました。で、これがまたココスのやつ2枚目。で、これが、あれだよね、ミアミュージックのミニを買った時についてきたやつ。で、これがトレーディングクリアファイル。似て引いて出たやつですね、ニコニーと、リンパナが出ました。これウミちゃんだけのやつ欲しかったんですけど当たんなかったですね。でニコリンパナが当たったって感じですね。でラブライブ関係はあとクリアホルダーですね、ウミちゃんとウミちゃん、はい、ウミちゃん、ウミちゃんで最後ニコニーがいるって感じですね。はい、まあこんな感じです。ラブライブはで、次は、まあ、その他、ユアペダ、ホオズキの冷徹、ドゥラララ、ノーコメですね。すごい長いタイトルのアニメです。で、これマギ。で、これがジャンフェスタに行った時に、もらったのかな?これは。もらったクリアファイルです。で、これフリー。で、これウィッチクラフトワークスっていう魔法がメインのアニメですね。これ結構面白かったです。で、進撃、エレン、ミカサ、アルミンだよね、これアルミンだよね、アルミン、リヴァイ兵長、リヴァイ兵長で、これが水族館でもらったやつで、クレヨンしんちゃんで、ハリーポッターのやつで、これがスーパーマリオブラザーズのやつですね。で、これがこのスバだが、しかし、リーゼロですね、今期のやつがありまして、次に、はがない、軽音ですね、りっちゃん、あずにゃんということで、これがタモコラブストーリーの前売り券買った時についてきたやつ
これがタモコラブストーリーの物販で買ったやつですね。これも、下敷き、チューニブでも声がしたエレンの七味屋とかが映ってるやつ。これはまたチューニブでも声がしたいがあって、とあるですねレールガンのやつ、インデックスのやつ、終わり物語、ブラックブレッドとかその他もろもろの、下敷きで、ここからナナシスですね。よいしょ、ナナシスのクリアファイルがあります。で、ニセコイで、これがマジカルパティシエ小崎ちゃんの、クリアファイルで、これがノンノンビオリ、ノンノンビオリで、ご中佐とキンモザが、コラボした時のやつで、これが三者三様、いつも言えないんですよね、これ三者三様のクリアファイルになっております。はい、これで全部となっております。クリアファイルはまあこんな感じでいっぱいあるんですけど、まあこんな感じです。続いてはですね、ポスターを紹介していきたいと思います。ポスターもこういう風にクリアファイルに入れてるんですけど、こんな感じでいろいろ、あのこれ裏表があるんでちょっとそこまで見せられないんですけど、すいません。で、これがアイドルの写真集ですね。これ写真集についてきたやつで、これが魔法学高校の劣等生とソードアートオンラインがコラボしたやつですね。で、これマギかな、マギのやつで、ニセ恋のジャンプについてきたやつで、フリー、裏は何だったっけな、裏ちょっと覚えてないんですけど、ちょっと表しか紹介できないんですけど、すいません。で、マギのポスター、これをフリーのポスター、フリーのポスターで、食撃の相馬で、これタマコマーケットで、これが覚えてるんですよ。裏はマギだった気がします。で、アイカツで、ソードアートオンラインの特大ポスターが2枚で、これがジャンプ毎月、あ、じゃあ毎週買ってるんですけど、その時についてくる付録とかを全部ここに入れてありますね。で、マギの、ブックカバー、プリキュアと、あと進撃の巨人の下敷きで、ジャンプの付録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 とか、クリア、なんだろう、シートじゃなくてカードみたいなやつで、これがなんか印刷したやつですねが入ってて、で、終わりのセラフ、この裏はストライクザブラッドだったと思います。で、これは自分下野新聞撮ってるんですけど、そこに載ってた北さんの記事入れてあります。で、チュニメでも声がしたいで、これがこの前電撃ジーズマガジンで買った、時についてきたポスターで、これがアイドルの写真集の、やつです。で、こんな感じですね。続いてはですね、チラシなどを紹介していきたいと思います。チラシっていうのはイベントなどで、もらうチラシを全部集めたものです。で、これはラブライブの映画の時のチラシ第1弾のキービジュアルのやつがですね、 1,2,3 年生分何枚かあります。で、ここにタモコラブストーリーのチラシで、第2弾のキービジュアルのチラシ、これがフィフスのライブビューイングに行った時にもらったチラシで、ランティスのラブライブのやつ、アイマスの奇跡みたいなやつで、これここ酒見に行った時にもらった特典のやつで、キッタサムシール、これはミルキーの、チラシ、映画のチラシが第1弾で、これが第2弾で、ブシロード月刊ブシロードの出張版の冊子が1、2冊ありますね。で、これがいろいろ書いてある、エミツのチラシとかね、バンドイのチラシ、バンガードの舞台のチラシとかいろいろ入ってます。で、こんな感じで、ライブの写真が売ってますよとか、あとこれコミケでもらった時に、コミケに行った時にもらったやつですね、ハッカドールの冊子とか、なんかいろんなよくわからない、あんまわかんないんですけど、そんな冊子がいっぱいついてますね。で、バンドリ、楽園ロジックのやつで、ミモリのポストカードで、これがご中佐の一番くじの時に当たったシャロのブロマイドセットで、これが楽園ロジックの袋ですね。で、これがラブライブの物販の袋、電撃文庫の缶詰ですね。で、これスタンプラリーのシート、モバイルネオで、なんかいろいろお知らせみたいなね、スマホゲームとかいろいろお知らせが。で、これがラブライブのパンフレット、タモコラブストーリーのパンフレット、ここ酒のパンフレット、よいしょ。で、これがアニメ、秋葉原のアニメイトに行った時にもらった袋で、これが
電気気分庫の祭典でもらった袋が入っております。でこれが1冊目で、2冊目はここにもあります。2冊目はよいしょ、なんかおとまがで、なんかキリノが選挙のやつのキャラクターになったやつ、これはコミケでもらったんだっけな、じゃないな、電撃文庫の祭典でもらってですね、これはあって、でなんかゼルダがいたり、ゼルダでね、ゼルダはこれ違うよね、なんだっけリンクだ、リンク、そうリンク、やっと思い出した、リンクがいたり、アクセルワールドの映画のチラシが2枚あったりしますね。でなんかいろいろなチラシ、ゲームのチラシいっぱいありますね。なんかマジキュンルネッサンスって書いてありますね。この冊子ちょっとよくわかんないですね。でまあなんかいっぱいあります。ちょっとここら辺はゲームなんであんまわかんないんですけど、ここは電撃セガですね。ゲーム系が多いですね。でガールフレンドかっかりの、冊子ですね。これすごい欲しかったです。であとは、アニメジャパンのチラシが入ってます。はい、こんな感じです。2冊目はで、3冊目がこちらです。ここは、ファイナルライブにもらったチラシが主になってるかな。こんな感じで全部入れてます。南條さん、うち、みもりん、リッピー、パイちゃん、くっすん、シカコ、空まで入れてます。で、これランティスのやつとか、あと、ハニワのチラシで、これがタマユラのチラシで、これが特典の時んじゃねえや、映画ミルキーの映画見に行った時に特典、入場者特典でもらったシールで、これがミルキーのパンフレットです。はい、こんな感じです。まあ、チラシは結構いっぱいありましたね。で多分これからもいっぱいイベント行くんで、その時にいっぱいもらうと思います。続いてはですね、ニセコイのジャンプについてるチラシのキリッとったやつを紹介していきたいと思います。でこんな感じで自分で作ったんですけど、ニセコイスクラップスペシャルスクラップブックみたいな、それっぽい名前を入れてみました。でこんな感じで全部、入れてありますね。全部じゃないんですけど、自分が切り取ったやつは多分全部入れてあると思います。こんな感じでね、やっぱジャンプで連載してて結構いろいろ可愛い絵とかがあるんで、まあ、全部入れてありますね。これもどっちだ、これがどっちだ、これ3冊目かな、ん、これが2冊目ですね。これ3冊目です。で2冊目もこんな感じでね、こんな感じですごいなんかいろいろ入れてあります。ゲームとかいろんな、でこれは自分が好きなシーンはこんな風に切り取ってます。キリじゃねえと、なんでさっきからキリとか出てきちゃうんだろうな。小崎、小野寺小崎ちゃんと春ちゃんの、可愛いシーン、すごい可愛いんでちょっと切り取っちゃいましたそこら辺は切り取ってますね。でいっぱいなんかありますね。こんな感じかなです。で3冊目がこちら、でこんな感じで、これはまだ途中かな、今最近のは、まだ切り取ってないんで、これから切り取ります。でこんな感じでね、ずらーっとあります。はい、こんな感じです。ニセコイはですね、もうジャンプでもうすごい展開になってきてるんで、こういう風にチラシとか切り取るのも楽しいですね。続いてはですね、まあ、こちら本によくついてくるチラシってあるじゃないですか、それを全部入れてありますね。これはこんな感じでよく本に入ってるじゃないですか、こんな感じのなんか冊子みたいのを全部こんな風にここに入れてあります。あんまりこういうのは捨てないで入れてますね。でこんな風にカード入れてたりしますね。こんな感じで入れてたりするファイルですね、これは。よいしょ。で次がラブライブのウェハースなんですけど、これダブってるやつは全部ここに入れてます。ダブって袋開けてもいいってやつは全部ここに入れてあります。こんな感じで、夏色は全部入れてますね。こんな感じでプロフィールカードみたいなのは
全部入ってます。こんな感じで、であと他にいっぱい、ダブってないやつはいっぱいありますね。ウェアハースのやつ、まあこんな感じでファイルに入れてあるやつだけ紹介 しました。でこれはミルキーホームズの FC 会員の会員の、あれだね、解放か、解放が今3冊ありますね。自分4期生かな、4期から入ったので、こんな感じで3冊ですね。こんな感じで持ってます。で次がこんな感じで写真のファイルですね。写真のファイルがこんな感じであっていっぱい入ってます。アスナ、トマツさん、トラブルの自分が好きな3人組で、これが映画のほのかで、これがミルキーのやつですね。こんな感じでいっぱい入ってます。ミルキーの写真いっぱいあるんですけど、こんな感じでね入れてあります。でこれはポストカードですね。こんな感じでここら辺にご中さんのやつとか、ハガジャネとオレガイルとかハイマスとかミモリンとかシャロとか、あとこれは、漫画についてきたやつですね。こんな感じで入れてあります。まあこれで一通り紹介は終わりましたね。まあ、結構長い時間になっちゃったんですけど、まあ全部自分が紹介したいなと思ったやつは紹介できたので良かったです。で今回リクエストしてくださった皆さん本当にありがとうございます。すごいなんだろう、雑な紹介になってしまったんですけど、まあ少しでもね、まあ満足していただけたら、嬉しいです。はい、まあ今回は、こんな感じで、長い時間に なりましたがご視聴ありがとうございました。何か質問リクエストコメントがありましたら、どんどん、コメント欄やツイッターにどんどん送ってきてください。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。それではまた次回、さよなら。